はい、皆さんこんにちは。9月11日日曜日でございますけれどもね、もうお分かりになられると思ってますけどもね、これ帽子ということは大谷さんがまた34号のツーランホームランを打ちました。ありがたいものでございます。これでですね、逆にマイク・トラウトに並んだ、よく分かんないんだけど、今日までトラウトが休んでましたね。一体どうなってるのか分かりませんが、ということでね、大谷さんがツーランを打って、それからフラスケが一つホームランを打って、で、大谷さんがダブル打って、それからフォアボール。まあ、これで通算67フォアボールだったそうなんですけどね。ですから、まあ、最初すごい素晴らしいゲームだったんですよ。それで、だんだん、もうつまらないゲームになってしまいました。大谷さん来るのがただが楽しみ。あとはもう全然つまらない。やっぱりコーチネビンは、分かってないのか、もうとにかくね、向こう側行ってるんですよね。相手側に、敵地に行ってるんですけども。敵地が喜んでますよ。うちはね、喜んでないんですよ。だから、いい勝負のゲームを見せてくれるならいいけどね。もう、ダラダラした、なんかすごい、もう、面白くないゲームしてくれるとね、つまらないんで、早く大谷さんを出したいんですよね。あそこからっていう気持ちなんですけどね。私の言うことを誰が聞いてくれるかな、なんて思うんでございますけどね。まあ、ということでございまして、今日もですね、大谷さんのホームランから行きたいと思っておりますけどね。向こう側もね、大谷さんの、こういうね、ラインナップを入れてくれたんです。翔平大谷さんは今日は2番目ですよと、敵地の方でもテレビでこうやってましたね。そしてですね、まあ今日のホームランをやっぱり見たいですね。これもね、泳ぎながら持っていったんです。ビッグフライ、大谷さん。サザエさんも出てる。この辺が楽しいんですけどね。まさかゲームをね、すごいゲームにしてくれるとはね。いや、はい、ということで、日本の皆さん、34号ツーラン大谷さん、おめでとうございます。今後とも頑張りましょう。皆様の応援が届いてるんではないかなと思っております。ありがとうございました。さて、それからですね、今ね、ものすごいアメリカの方でお話になって話題になってるんですけど、大谷さんが今まで投げた中で、2008年中で 101.4 マイルの球を昨日投げて、またすごい話題になっておりますけどね。これもですね、素晴らしかったと、まあここに出ておりますけど、英語なんですけどね、まあ速い球だったよということで言っております。で、それの内容がね、ここにあるんでしょうかね。はい、その球もありますけど、ちょっと内容を少しいただきましょう。はい、ではお願いします。キャリア最速投球でレーダーガンを照射。レーダーガン。ヒューストン、大谷翔平は、2Wayスターとして前例のないプレーを見せただけでなく、一見したところ全ての先発で新しい記録を打ち立てたために、見るスペクタクルになりました。見るスペクタクル、いいね。最新の成果は、土曜の夜にミニッツメイドパークで行われたエンゼルスのアストロズ戦で、6対1で勝利したエンゼルスで、彼のキャリアの中で最速の投球を投げた彼の速度によるものでした。普段は速球で90度台後半に触れる大谷は、3回に時速 101.4 マイルの速球を投げてカイル・タッカーを三振に追い込んだ時、物事を一段と蹴り上げた。これはピッチトラッキング時代、2008年以降のエンゼルス投手による最速の三振投球でした。大谷は5回を投げて6安打1失点7奪三振でシーズン12勝目を挙げた。エンゼルスの暫定監督フィル・ネビンは、彼の素晴らしさはもっとすごい。もっとすごい。その瞬間を含めて、彼にとってはかなり良い出番でした。まあ、という素晴らしい出番でしたよ、ということでございます。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。はい、お願いします。あのピッチでの指揮と動きにはとても満足したと大谷は語った。うん。大谷の投球を指揮する能力は、彼がシーズンを通してやってきたこと。つまり打者を三振にすることにつながった。土曜日の彼の7回の三振はシーズン中に合計188回になり、AL、NL の歴史の中で
投手として200回の三振と打者として30回の本塁打を記録した最初のプレイヤーになることに少しずつ近づいています。もうちょっと頑張ります。大谷選手の今シーズン24試合目の先発を決めた三振は、3回にタッカー選手に0対2で打たれた速球だった。2ウェイスターの彼が知っていた投球は、彼の手から出てくるのが心地よく、ストライクゾーンに点在し、マウンドを降りる際に力強いジェスチャーで祝った。ピッチはちょうどいい感じだったし、結果には満足していると大谷は語った、うん、大谷の夜は突然終わりを迎え、彼は6回を開始するためにいくつかの準備球を投げた。彼はトレーナーを呼び、右手の人差し指に水ぶくれがあったためジミー・ハーゲットに交代されました、うん、彼は他の人と同じように自分の体を管理していますとネビンは言いました。彼の次のスタートを危険にさらさないように6回が始まる前に彼をそこから変えることでした。ねえ、こういろいろ言葉は飛んでるんですけど、水ぶくれだとか豆だとかですね、ブリスターとかいろいろ言うらしいんですけども、まあ、とにかくね、あれはいいタイミングだったと思いますよ。また杉野もあれもあるから。ただし、あの日はね、すごくうまくいってたんで、もうちょっとね、三振とか、長いイニングやっぱり投げないとあれがあるんで、まあ、とりあえず良かったと思いますよ。どんどん行きましょう。はい、お願いします。今後の大谷にとって最大の疑問符は、彼が2年連続で ALMVP を獲得できるかどうかです、うん、議論は大谷対ヤンキースのアーロン・ジャッジに絞られたが、現在の MVP は昨年よりも良いシーズンを迎える予定だ。2021年、大谷は打率257、打率372、打率.592を記録し、158試合で46本塁打100打点を記録。マウンドでは彼は9勝2敗、防御率 3.18、133分の1イニングで156奪三振を記録しました。彼はまた 9.15 でメジャーをリードしました。うん、2022年、大谷は134試合で打率265、打率353、打率.531、33本塁打、86打点。マウンドでは12勝8敗、防御率 2.55、141イニング188奪三振。彼は 7.95 で土曜日に参加しました。ということは今年の方がいいんですけど、ホームランはちょっと少ないってことですよね。まあ、ということで、こちらも出ておりました。このた、あ、そうですね、その球をちょっと見せたいなと思っております。はい。まあ、ちょっとわかりますかね。このすごい速い球なんですけどね。では行きましょうか。はい、ではどうぞ。三振の場面です。見てください。101しか出てないんですけど、101点くらっていうことで、出てました、ね。エモーションフロムショーヘイというふうに言っておりますけどね。いやいやいや、僕もびっくりしたじゃないって。こんなに速い球あったのかという感じでございますけどね。はい、ということで、皆さんもご存知のように、今日は11日。はい、ここですね。で、大谷さんこっちにも連れてきて、で、今日が最後のゲームですから、クリーブランドが 1,2,3 で、また休んで、だからこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ここ休みだから 14,15,16,17,18 もう19ゲームしかないので、なんとかね、やっぱりこの半分でもホームランをね、欲しいし、あのなんかいろいろね、あの記録をね、偉業をやってほしいなと思っております。そのために皆様の、ね、ぜひ、応援をよろしくお願いします。では行きましょう。はい、ということで今日のバッターのあれですね、行きましょう。はい、お願いします。米国9月10日日曜、ロサンゼルスエンゼルス対ヒューストンアストロズ、今日の試合のメンバー表。1番センター、ミッキー・モニアック。この人がセンターには最初に2番 DH、大谷翔平、はい、3番ライト、テイラー・ワード、はい、4番セコンド、ルイス・レンギフォー、5番ファースト、マイク・フォード、うん、6番サード、マット・ダフィー、7番キャッチャー、マット・タイスー、はい、8番レフト、ジョー・アデル、9番ショート、アンドリュー・ベラスケス、ピッチャー、タッカー・デビッドソン。そうなんですよ。このピッチャーがね、最初良かったんですけど、
ちょっと崩れちゃってですね。だから最初1イニング2イニングすごい綺麗で、大谷さんもホームラン打って、向こうのブラスケットもホームラン打って、この方ね、この人あまり打ってないんですけど、打ったんで、これスイッチヒッターですからね。それでその後がね、彼が崩れちゃってからね、もうすごかったですね。まあとりあえずこれモニアックさんがまあ2ヒット打ってますね。それから大谷さんもダブル、まあフォアボールですけど、マルチヒットですね。ワードもいい、ワンヒット、レンギーフォーワンヒット、まあこうやって全部あるんですけど、RBI が3、大谷さんのホームランは2つだからね、1、3、4つだけでございます。最後にね、またバルケースがありしましたけど。まあそんな感じで、ピッチャーがですね、この人はもう2イニングしか投げなかったんだよ。で、5ヒットでホームラン1本打たれて、そしてね、確かに満塁か、その辺にして出ていったんですね。で、彼が来て、いきなり、最初の球でね、マニホーナー打たれたんですよ。で、コーチはね、もちろん変えられないから、そのまましてるうちにですね、これがですね、彼がね、二つ目のホームランも打たれたんですよ。だから彼、マイヤー自体がもう5点を上げてしまった。これ9点。で、このマルテが出てきて、これは3点。だからこれでまあもう12点になってしまいましたね。非常に残念でございますけど、せっかく大谷さんがホームランお金をで、なんとかして、やっぱりね、ピッチャー陣が止められないのよ。まあ相手のチームもね、すごいナンバーワンチームですからね、今、ヒューストンアストローズはね、まあそういうこともあるんですけれども、やっぱりなんとかしてもらいたいな。ということでございまして、はい、これじゃーん !34 号いいですね。34号。はい、じゃあ回させていただきます。Ladies and gentlemen, Otani Shohei, number 34, home run, Mari! One more time, home run! 今日は3回行くのかな？そういうことでは。とにかく回りましたね、34号。Otani さん、おめでとうございます。12勝、来週には13勝が来るんではないかなと思ってますけどね。非常に嬉しいものでございます。それとですね、まあ、いろいろ情報がありますけど、まあ、あとはですね、この情報が来てるんですよね。まあ、もう皆さん知ってると思うんですけどね、大谷さんはね、NFL、誰のファンかというね、なんで8番の、この、レイブン、NFL のレイブンと、マール・ジャクソンのね、これをしてるんですかということで、知らなかったってアナウンサーも全部そう言ってたんですけど、気がついたらね、ファンタシーというゲームがあって、それをみんな、自分で選んで、マイク・トラウトもやってるらしいんですけど、まあ、そういうことをやってるんですよね。それで、まあ、選んだということで、なって、これもね、こういう感じなんですね。ちょっと行きましょうか。これもそうなんですけど、その前に、これちょっと聞いてみてから見た方が、はい、どうぞ。エンジェルスはロードトリップで NFL ジャージーのテーマを開始しました。翔平、大谷はレイブンズのラマール、ジャクソンのファンであることが知りましたが、なぜ翔平が NFL レイブン、ラマール、ジャクソンのファンであるかの理由は、ファンタシーチームで、大谷翔平は、ラマール、ジャクソンを選んでから彼のファンになっているようです。ということでございますね。まあ、ここでちょっと映像があります。はい。写真だけなんですけど、ソーシャルメディアでは結構あるんだと。ロードトリップジャージー、みんなやっていくということでね。誰も知らなかった、彼はレイブンのファンであるということでね。まあ、それは知らないですよね、やっぱりね。はい、ということでございましたね。はい、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 はい。ということで、今日は負けましたんで、つまらないですけどね、ホームラン持ったけどもね、あまり、あれができないんですけど、大谷さんのマルチヒット、フォアボール、5回分のですね、映像がございますので、それは下の方に入れさせていただきますので、皆さん、ぜひ見ていただきますように。ということで、いつも本当に私のコーナー見ていただきまして、ありがとうございました。皆様本当に感謝でございます。で、初めて見る方はぜひ私のコーナーのボタンもね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは、Hey, Otani back in there, left the game with a blister on his pitching hand, but he's able to hit. Obviously, bad as Moniak faces Garcia for the first time in his career.
And he smokes one to center field, sending, watching this one off the top of the job by Tucker backing up, but Boniek has himself a triple. For having to leave with a blister on his right index, lead in both. Change up a couple of times. He does throw a breaking ball here, and Ohtani reaches out and sends this one six rows deep. That is gone. Big fly, Ohtani shot. Ohtani so strong. Great at the plate. He was great on the mound. What's it like to catch a guy like that on a night like tonight? Well, Jose Mota is about to find out. Jose. Thanks, Matt. Thanks again. Big league hitters can adjust rapidly. The Angels have jumped on the board. We're not even talking about his own speed, the way he runs to first thing. Shohei is top of the scale across the board. Take the 1-1 to Ohtani is crushed to center field. Dubon back and it's off the wall. Adding a double to a day that's already started with a two. I've been sitting on a changeup right here, Shohei. Oh, just missed it. Just missed it. Stanek is here. And it's since then. And there's ball four to Shohei. Perhaps finding mop-up dude left-handers. Pitch to Ohtani. Let's see the handsome face. Bouncer to the right side, and the Angels are down to their final out today. See you later, alligator. Yoto da ne. See you later. Alligator. Yoto da ne. はい、ということでございました。本日も本当にありがとうございました。それでは皆様、また明日お目にかかります。ありがとうございました。